無糖全日マットに3冠のチャレンジャーとして武藤圭司。最年長で三冠王者に返り咲きました。第26代三冠王者天竜源一郎です。天竜がさあ厳しい表情、何を考えているのか、どこを見ているのか。一方の武藤はボディチェックの最中からさあタイミングを伺っていた。一気に攻めていく、一気に攻めていく。しかしドラゴンスクリューいけない。シャイネムさん、シャイネムさん、電光石火の一撃に三冠王者が大の字。さあ武藤がここも行く、速い攻めだ、速い攻めだ、一気に行った。さあムーンサルト狙う。後ろを確かめるとそこには天竜はもういません。さあここは武藤を捉えて、あー叩きつけた。カウントは 2.9。 ハッサン、はい、ハッサンからご覧になってこの天竜源一郎の凄さ改めていかがですか。はい、ちょっとこのシリーズちょっと休んでましたけどね。そうですね、絞ってね、逆にコンディションに絞ってですね。そうですね、おっと武藤もキックを見せます。それだけこの一戦にかける意気込みがやはり天竜源一郎に、はい、もう一つはね、はい、今まで天竜対武藤だとね、武藤が線細いなと思ったんですが、はい、逆に、武藤の上半身の充実を見ると、はい、天竜さんはしのいでいるような気がするんですね。あ、そうですか。まあ、肉体改造していると、武藤選手言ってました。そうですね。それがどうもね、はい、あの天竜戦に向けてね、いい方向で進んでたんじゃないかな。というのは彼はね、あのバット始めた当初から天竜をターゲットにしましたね。あ、そうですか。うん、長谷さんとのお話の中にも、はい、天竜の名前は命番に上がってたと。あの、この話はね、その2月ぐらいから話してたんですけどね。はい、なんか全部武藤のターゲットが武藤に繋がっていたなっていうことは、ね、なんとなくうっすらと分かってきたような気がしますね。そうですか。ということは一つこう運命的と言いますかね、天竜と戦いたい、そして三冠ベルトが欲しい、うん、完璧にこうベクトルが一つの方向に向いたという。三冠ベルトが欲しいっていうのは一つの方法論であって、はい、目的はね、プロレスの、はい、準プロレスの復権じゃないかなって気がするんですね。それをできる相手が、三冠チャンピオンの天竜である。はい、ここロープに入ってきよう、来ようというところ、その天竜の膝へのキック。さあ武藤がもう一度いった。プロレス感性爆発しますね、武藤は。あ、いや本当に動きが最高、最高にいい武藤圭司。さあ天竜の足へ攻撃を仕掛けていきます。山崎さん、はい、両者の組み立て、ここまでどんな風にご覧になってますか。やはりね、武藤を取りに来てますね。取りに来ている。もう何年ぶりでしょう、あのブランチャー、武藤のブランチャーをね、はい、見たのは。いや本当に綺麗なフォームで勢いよく飛んでいきました武藤のプランチャー。そしてここはトップロープを挟んで、さあ両雄が力を込めてくる。チャレンジャーの武藤か、それとも三冠王者の天竜デンジャラス。今のね、武藤膝が心配ですね。はあ、腰よりも、いや真っ逆さまに落ちていきましたが、高い3メートルぐらい高さが落ちたというね、まあ、人間って必ずね、はい、あの腰、膝、足首で受け取りますけどね、はいはい、武藤の膝の悪さを考えるとね、腰よりも膝の、ね、ダメージが心配ですね。ここのところの戦いで古傷が爆発するという話だったら、今度は天竜、天竜が止めです。おっさんたち何やるんだろう。いやじゃ天竜も膝どうかな、ちょっと膝かばってますね。放送席でもハッサンも山崎さんも開いた口が塞がらない、そんな表情で2人の戦いぶりを見守っています。本当にこういうね、とんでもないことをしでかすチャンピオンなんですね。さあそしてこのこんなところで何を狙う。
はちょっとこの試合のポイントになりそうですね。これなんと、うん、この位置でのドラゴンスクリュー。やっぱりね、先ほどからあの膝を抱えてますんでね、このドラゴンスクリュー、本当にあの雪崩式と同じですからね。はい、そしてしこたまの背中を打ちましたし、これはあのだいぶ向こう側に風が吹いてきましたね。山崎さんがご指摘されたようにですね、うん、やはりこの2人の戦いはどんな技が出るか分かりません。エプロンからミサイルキック膝へ。天竜さんのトペ、はい、膝変な落ち方しましたね。あ、ちょっと、うん、しましたよ。ただそれを見逃さなかった武藤、はい。そしてね、このエプロンからね、はい、休む間を空けずにまた行きましたよね。はい、ドロップキック、本当にこれは取りに行ってますよ。武藤の三冠にかける思い、そして天竜源一郎史上最年長で三冠王座に返り咲いた。お互いの意地とプライドがあります。さあ武藤が早くも狙いを定めている。天竜めがけて何を出すんだ。さあ立ち上がる、距離がある。しかしそれでも行きました。武藤のペースになってきたですね。あんだけ距離があってね、的確に膝に行くのは非常に難しいと思うんですけどね、はい、やっぱり勝ちに行くという集中力がですね、ドロップキックを当てさせるんだと思うんですよ。これ多分ね、テニスさん盛り返すと思うんですが、はいはい、テニスさんのフィニッシュフォードって何ですか。フォワードじゃないですか。踏ん張りが効かなくなると思うんですよね。最後の最後、その部分を武藤は計算に入れてるわけですね、はい、ここも膝への攻撃。こうなってくると、ね、テニスさん狙うのね、顎への、はい、おギャップ入れ。しかし、それでもドラゴンスクリュー。さあ、そしてディアホーネブロック。エンディー、日本武道館大変な盛り上がりです。三冠ヘビー級選手権試合、超満員のファンが見守る中、チャンピオン天竜、チャレンジャー武藤敬司、そして最前列では藤波辰爾新日本社長も見守っています。こういう展開になってくるとね、はい、天竜さんのね、アボエのカウンターパンチかね、何か特別なものを出さないとね、はい、形勢逆転できないですね。流れは無糖です。天竜が絞るべきターゲットはアゴ。アゴですね。武藤は再三にわたって天竜の膝を攻撃している。さあここで両者が分かれました。武藤が相手の動きを見守りながら、ダメージの具合を見守りながら狙っている。武藤の動きですね。天竜がのた打ち回ります。これが武藤の必勝パターンですからね。膝、そして、4の字、はい、立ったところを下に気を取られたところをまたシャイニングウィザードで、上を狙う、はい、上を狙ったかと思ったらまたこうやってドラゴンスクリュー。あ、そして顔面のパンチ、グーパンチ。そうですね、やっぱりグーパンチですね、はい、そして逆水平です。さあ、そして今度は重い天竜の体重が乗ったキック、武藤の古傷を襲う。さあ潰し合いです。今度は天竜、ものすごい歓声に包まれました。さあ武藤が膝を気にしながら立ち上がるが、そこへ何を出すんだと、天竜が行きました。天竜さん、ここからなんですよね、はい、足を持ちでも誘われても入った方がいいですよね。ダメージ大きいのかな、少し踏ん張りが効かなくなってきた。天竜がどうにかここで立ち上がる。倒れているのは武藤敬司、チャレンジャー。さあそしてエアホーレックロック、ここで入りました天竜です。これはいいところですよ。天竜は今回の戦いの前に話していました、武藤敬司には三冠がよく似合う、武藤が三冠ベルトを巻いたらその価値が上がるんだと。本音かどうか全く分かりませんが、しかし天竜源一郎、
負けられない、そんな一心で発したコメントだったのかもしれません。天竜さんらしい嫌味ですね。嫌味ですか。はあ、そして藤波社長もじっとこの2人を見守っています。この一戦結果いかんによっては、あの三冠が、全日の三冠が新日本に行くかもしれないという、さまざまなところでこの2001年扉を開けようとしている男たちがいる。天竜しかし、そして武藤しかり、中もいます。三冠の嫌ですね。なんか、ああ、和さんの心境はやはりそうでしょう。内政信も見守っています。さあ、すると立ち上がったところすぐにキック、かわしたかわした、握ってますね。そしてまた行く、古傷に容赦ない攻撃、重い天竜のキックから改めて逆水平。さあ、そしてテキサスクローバーホールドですね。いいですね。何か計算づくといった感じの天竜源一郎、何か吠えながらパワフルにテキサスクローバーホールドを出しました。さあ、すごいコールは無糖コール。山口さん、はい、どうですかこの辺り。今やっぱりね、我慢しきった方が勝つのかなっていう気がしてきましたよ。我慢比べ、消耗戦、我慢比べじゃないかな。天竜さんも膝効いてます。武藤も徐々にね、膝に効いてきてますからね。はい、天竜さん今踏ん張れなかったですよね。天竜にとっては2度の防衛戦、初防衛戦の相手でした。太陽ケアも見守る。さあ、その中グーパンチ、グーパンチ、武藤も返すが、やはり威力が違うのか、天竜のグーパンチ、その破壊力。さあ、そして武藤のコーナーに武藤を捉えた。さあ、ここで飛び出すのか、何が出るんだ。天竜源一郎、その戦いの中でのびっくり箱がここで開けられるのか。危ないでしょ。2年前の記憶がよみがえる。スパイダージャーマン、なんと奥が深い。天竜さんはこうラッシュいった方がいいですね。はい、ラッシュですね。今こそ天竜一気にラッシュ、その時が来た。さあ、そして武藤は苦しい、武藤は苦しい。古傷への攻撃、度重なる攻撃でのダメージがあります。さあ、そして天竜が逆水平、胸板へ見舞った拳を握っての武藤も反撃に出ます。ちょっと勝敗向き分かんなくなってきましたですね。ミスタープロレス、その2人の激突。武藤は言います。言葉ではなく、ブロックした、ブロックした、見ていた。天竜爆発しようですね。なんかお客さんも、いや大変です、場内のファンが大変です。そして何よりもリング上の2人が大変です。さあ、三冠王者、スタミナは底なし沼、ミスタープロレスの計算はいかなるものか。天竜源一郎先に立った。さあ、ベルトを守るべく対角線、ギャッ水平、そしてグルパンチ。ここに来て完璧にペースを握った。今日も乱れ打ち、サンドバック状態の武藤圭司がいる。さあ、そしてここもトップロープだ、トップロープだ。何を出すんだ。まさかフランケンじゃないですよね。ああ、指を突き上げた天竜源一郎が。さあ、武藤圭司をここで捉えておいて、20分が経過した。天竜取ったかった。
んか死んでないですね。死んでないですか。死んでない。あ、何か見てますよ。あ、うん、しかしここのこの武藤の精神状態はですね、いや逆に天竜さん手詰まりかなって顔してますね。あ、それもありますか。うん、そうそう、いやここまで来て、ちょっと手詰まりかなっていうのは感じましたね、今の表情の中に。山崎さんもまだね、まだ一発狙ってると思いますよ、武藤が。グーパンチで前に行く。あー、これもちょっとフラッときた、フラッときた武藤だ。さあこれは、あれだ、ここで膝を入りましたね。ほら、はあ、武藤の目が生きてるでしょ、この目、うん、この目生きてるよ。まさに闘魂が宿る瞳と言っていいでしょう、武藤敬司。ここに帰って、ここに来て、武藤が生き返るのか。あ、テルさんね、これもね、むしろ打撃戦がちょっと多いと思うな。ゴールボールに行く前、いや天竜が立ち上がれない。来てるのか今の膝が。おお、さあ天竜がかなり追い込まれた状況なのか。先ほどまではまさに天竜の時間帯、三冠王者のファイト。もうここは逆転、武藤も奥の手を出してきました。ミスタープロレスに対して天才の技、肩の血に綺麗に入りましたね。さあここは全日本、さあ武藤勝って、チャーニーチャーニーリザー、さあ武藤まだ入りますよ、ワンツー。さあ立ち上がって武藤が逃げるのか、何に行くのか。武藤もシェーニーリザードを出しました。狙ってますね、まだ。さあそしてトップロープに這いつくばる武藤もかなりのダメージ。そして大の字の三冠王者が上段だ。2つ目、完璧完璧、チャーリーウィザー返す、うわ、肩を上げました。あ、これもホルン大勢、信じられません、ちょっと信じられません。もう入ったんですよね、頬骨に。はい、山崎さん、はい、シャイニングウィザードがですよ、かわされて、それも2度にわたって、こんなシーン見たことありません。いや本当にね、先ほどまではあの武藤が我慢だったんですけど、ここはチャンピオンの我慢ですね。さあ武藤が無理やり天竜を引き起こしていく。さあ今度は天竜コール、すごいですね。すごい。いやこれは驚きました。うーん、武藤の頭の中にはシャニングウィザード2回来ました。これね、あれでね、武藤手詰まりかなと思ったんですけどね、はい、まさか武藤でやってもらった。山崎さん、はい、最後のシーンはいかがですか。いや本当に信じられないです、全日本のリングで三冠をですね、武藤が取るというのはちょっとやっぱもう本当目の前でやってることですけど、信じられないほどすごいですね。何が起きたか分かんないですよ。ちょっと武藤がベルトにキッス、三本のベルトにキッス、武藤が本当にやってしまいましたね。 IWGP のベルトじゃありませんよ、これは三冠です。全日本の至宝三冠ベルト、武藤が取った。そしてもっと驚くべきは、はい、全日本のファンが喜んでますよ、喜んでますよ。さあそして長谷博士が豪快に放送席を飛び越えて、今バットのメンバーパートナーとして今リングに登場しました。
いや山垣さん、はいはい、確かにですね、はい、この声援が変わったといいますか、武藤が変えましたね、ムードを。いや本当にあのね、この歴史の証人、ここに来てるね、はい、お客さんたちも本当にびっくりしたと思いますね。でそして今ここまでね、ここにいた長谷選手、はい、これほど嬉しい場面をですね、この近距離で見るとは思わなかったでしょうからね。あ